京成パンダは京成電鉄が発行するクレジットカード、京成カードのマスコットキャラクターである。京成電鉄ではゆるキャラとしている。京成パンダがヘッドマークに描かれた3000系電車、パスモの導入に合わせて発行を始めた同社のクレジットカード、京成カードの宣伝役として登場した。パンダ製の王子という設定。変わらない表情、細い目。 パンダらしからぬ唇、マントが特徴である。この見た目からか、キャラクター自体が注目され始め、公式サイト内でのキャラコンテンツの設置や、壁紙やスクリーンセーバーの配布などが行われるようになり、グッズまで発売されるに至った。また、京成戦車内のドアにご注意ステッカーにも、京成パンダが登場し、ドアと袋に手と耳を挟まれている京成パンダが描かれているほか、 2009年5月から11月30日まで、京成パンダ号と称したラッピング電車が運行された。後に、京成電鉄の公式マスコットにもなり、2010年7月17日の京成成田空港線開業時には、日暮里駅でのセレモニーに、等身大の着ぐるみが出席していた。また、京成グループがスポンサーを務めていたこともあり、 同社の千葉国体の PR ポスターでは、千葉君とも共演を果たしている。2018年3月14日、京成電鉄によって、京成パンダ公式ツイッターが開設され、同時に京成電鉄 PR 担当に就任した。京成線売店やオンラインショップなどで発売されたもの。このほか、街頭での京成カード申し込み時に配布される非売品グッズもあった。 パンダ星の王子として生まれ、何一つ不自由のない暮らしを送っていたが、父である国王から怠惰な生活態度をとがめられ、パンダ星から追い出されて地球での修行を命じられる。地球では環境保護活動などを通じて資源を大切にする精神を学んでいる。また、地球での生活費は形成カードで支払っている。ペットに犬を飼っている。 上野動物園の飼育係をしたり俳優をしたり、いろいろな職業も経験しているようだ。京成パンダの故郷の星。銀河系からは遠く離れた P-78 星雲の中にある。星の表面にパンダの顔のような模様がある。大きな山が二つある。この山はパンダの耳のように見える。生態は王星で、京成パンダはその王家の王子である。 住民も全員パンダらしい。ありがとうございます。